配信もたくさん映ってた。やった。ナムナッチは可愛かった。ありがとう。うん、お成功してたら写真送るねって。カメコ、カメコ初挑戦の人。へえ。すごくない。成功してますように。こんばんは田辺。こんばんは。鍋ゆきです。そうです。お疲れ様さんです。サインボールありがとうってね。お。そう。うまく投げれたみたいじゃん。そう。結構いい感じに投げれた。私はね、通路に飛んでったよ。通路に飛んでってボールの行方を見たらね、あのね4本ぐらいね手がねボールに伸びてってね、どこに行ったか分かんなかったの。だけ今捜索中なんです。私のボール誰か受け取った人いますか。誰も拾ってないんじゃない。え、そんな悲しいことある。通路に落ちて転売しちゃダメだよ。誰か分からないけど、ね、なんだよ。まつげパチパチです。新章パートいい感じでした。ありがとうございます。新章パートそこでハモらん。会場広かった、会場広かった。新章パートはベイビーベイビーベイビーポニーテールとか。ベイビーベイビーベイビー激アツなんだけど。私ポニーテール激アツ。すごいさ、嬉しかった。あ、うちまでは飛んできませんでしたってボール。あー、もうちょっとやったな。もうちょっとで届くぐらいやったんやけどな。こんばんは。飛ばしきれんかったわ。今日渡辺優勝してたぞ。え、ありがとう。ポニーテール見てくださいましたか。私が真ん中にいたんですよ。え、今回ポニーテールが2個あるけんさ、マジさ、そう自分さポニーテールっていきなり言われてさ、ポニーテールとシュシュ、そうポニーテールとシュシュとポニーテールをほどいた君を見た。こんばんは。新衣装全員分あるんだね、嬉しいね。嬉しい。何色ですか。そうポニーテ、私は緑、真ん中で指揮した。ライブのメイクとかしてみたいって。え、めっちゃしてほしい。今日のメイクはキラ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 の間袋。こんなに喋るんだなっちゃんって。うん、私がいるからこれ。こんなに喋るよ。今日もなんかちょっと喋りすぎた。最初の曲もいい位置でしたねって。最初の曲お隣、あ、確かに。そう、滝野さんの横なんか真ん中多かったやん自分。おーおー、いいでしょ。思い出してよかったもん、うん、センターの横。ええ、すごい。いや今日ねマジでね、あのね後ろ姿がねもうね滝野さんないよ。サイズ感が一緒。めっちゃ言われた。それもうめっちゃ言われた。7人ぐらい。え、だってあれじゃろ、ココアさんにさ、ね、めっちゃ可愛いエピソードがあるんですよ。ちょっと言ってあげて。ユミニーかと思ったって、あの自分に話しかけようとして。普通のさ、ユミニーさんを呼ぶトーンで呼ばれたんよな。そう、ユミコーって。めっちゃびっくりしたじゃろ。え、ユミコあかと思ったみたいな。わあ。でも他にも言われたよ。アンナちゃんとかアイコとか6人ぐらい言われた。でもリハの時ね、なんかね今日のね、うん、リハのファッションがそうそう、ユミニンさんっぽい。配信でめちゃくちゃ映ってた。やったね。そう、まあ、リハーサルめっちゃユミニンさんと間違えられた。ね、みんなから。しかもポニーテールしとったけんさ。マジで月貝さん花火ありがとう。うどむさん花火ありがとうございます。こんばんはです。私もこんなに髪が短くなりましたが、やっぱショート見つけやすい。やっぱそうなのかな。そう、今日ストレートおろし。今日はね原点に戻ったんだよね。でも気に入った。うんうんうん、な意外と良くない。なんか変にするより、そう、なんか自分もさ、ね、今日耳かけだけにしてみたけどさ、うん、なんかさ、なんて言うんだろう、アレンジゴテゴテするより、ね、意外といいかもしれんと思ってね。シュッとして見えるっていうか、心にも落ち着きが出るというか。お疲れありがとう。結構正面にいてくれてよかったですってね。今回のステージお腹すいた、ね、お腹すいた。え、あのサングラスデイズのさ、みんなが持っとった小物がさ、どんな感じに見えとったんかがめっちゃ見てみたい。ま、え、どういうこと。ステージから見たってこと。ステージから、ステージから、うん、違う、客席からステージ見た時どんな感じに撮ったんか。いや本当にさ、うん、え、気づいた。下でさ、なんかね、うん、あのねみちゅさんとさ、うん、葵さんのパートがあってさ、葵さんがさ
めっちゃさゴリゴリのサングラスかけとったんよ。あの見てない、あのゴリゴリの、うん、でびっくりした。めっちゃおもろいと思って、しかも頭につけるとかじゃなくてガチでちゃんとかけとったんよ。おもろいよな。ご飯食べてないよねまだ。そうかな。あーリスちゃん花火ありがとう。カメラ目線、おカメラ目線何回も決まってたよって。やったね。今日のステージやっぱさファンの人もさ、うん、すごい反響しとったっぽいね。あ三日月の何かでした。確かに遠かったら分からんね。レモンってあれ絵柄見えんもん。確かにね、三日月になるわ。三日月だわ。あれみかんなんですよ。違うよ、みかんやってレモンやって、うん、自分はみかんあると思って撮ったけんみかん。私はレモンだと思ったのでレモンです。私はポニスのラスト良かったです。やった。そうあそこが一番の見どころです私の。お疲れありがとう。今日のチャン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 、そう月ってやっぱ月に見えたんだ三日月に。あんなが言うことしたらやっとねー。いやー葵さんはあれ決まっとんやって。葵さんのサングラスやって。あそうなんや、うん、ゴリゴリサングラスギャップがいい。あクロワッサンかと思った。ほら分からんのよね。クロワッサンみかんです。みかんです。違うわ、あのみかんです。やってしまった、やってしまった。レモンだって。あれなんかあのあっこのロビーのね撮影ブース、うん、みんな行きましたか。ロビーのなんかフォトスポットバルーンのなんかグッズの横に置いてあったらしい。あれの一部のレモンです。指揮者経験者こんばんは。なんかめっちゃ音するよ ね。今日は楽しかったです。よかった。なっちゃん一番髪短いかもしれない。そりゃそうやろ、うん、え本当にココアさんと、ココアさんだね、そうココアさんと双子だっていう話。そう同じぐらいです。渋谷っぽいもの食べましたかって。渋谷ってなんやろ。渋谷っぽいものってなんやろ。確かに。あアヒル、あアヒルあっちにいるわ。アヒルを持って帰りました。私のストーリーに連れてきたらよかったね。ね、連れてきてほしい。どこにある？あのリュックの、私のリュックの外ポケにおる。多分見えると思う、メッシュのところに。ちゃんとあのバンされんように存在を示しとるよ。3分いけるよ、3分。ありがとう。アヒル、渋谷っぽいもの。24時間テレビのチャリティーライブ見てファンになりました。いや、ありがとう。ツアーもねまだまだ。次東京、あ東京ここじゃん次大阪、次大阪があるので。どうなんだろう、乗るかな。お待って、頭の上めっちゃ安定する人、うん、あれでも2匹に見えん。2匹に見えない。左が私の子よ。 OK あー私の、あ人食いピヨコなんよ。あ消えた、どこ行った、あっちの出ちゃった。びっくりした、おかたれか怖い怖い怖い、この隙間。そうストーリーのひよこちゃん、これはあの私たちのベイビーなんです。ベイビーベイビーベイビー、アイコのとこにもいます。えこれ絶対犬飼っとる人寄ってくるよな、これね。自分もねちょっとね、私ね産期忘れたんですけど、ありがとうございます。自分もね頭ねめっちゃねバランス感覚いい人なんよ。東京っぽいってね。これ渋谷のお土産差し入れ。いやどこでもあるって渋谷の差し入れ、お風呂に。そうこれはねピオさん、ピオさんよ、ピオさん。あと確かに東京ひよこってお菓子がある。あーひよこのってこと。クラクンでサラピにブチギレられてた、二人ブチギレられたっけ自分。ちょっと身に覚えがないですね。ない。また怒られればそれで。ピオ先輩。黄色いクワス。今日の私靴下ね。うん、クワス？違う。ホゲータ。ホゲータ。え、ホゲータ自分に似とるくない？自分ニャオハか、ニャオハとホゲータのハーフやと思っとる自分のこと。ホゲータは炎タイプだね。多分わかんないけど。そういや横の人がなっちゃんが一番電気代高いみたいなこと言ってた。あそうそうそう、絶対なっちゃん電気代、うん、いやでももう大丈夫だと思う。いやなっちゃんが一番高い STU で。マジ、うん、えぇ、あれはやばい。
本当に、うん、そんなことないよ。そんなことないよとか言うやつじゃなくて。そんなことないよ。今日電気消して寝れるよ。確かに。え？消すよ。あ、電気消さんな。この人は消さない人です。つけて寝る人やけん。どうしようかな、じゃあ喧嘩になるね。そうだよ、半分つける、ね、え、じゃあここの電気はつけさせて。ここ分かった。鏡の前は怖いじゃん、ないと。ありがとう。ギリカコントロールいいね。今日のボール投げめっちゃ良かった、本当に。狙ったところに。そう、しかも私のファンの方がね2人いたから、まあ、どっちに飛んでもいいやと思って。そこに、え、なんかさ、うん、逆になんかボールが飛んでくるの見てみたい。どんな感じなんやろ。あー、確かに、ね、なんかさ、うん、はーってスローになるんかね。むずいよね、あれ撮るの。多分ね、あのね、あれなんよ、うん、自分のなんか今まで見てきた感じやと、うん、1回目ボールが飛んできてタッチした人は絶対ゲットできんと思うよ。そう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 、ね、だよね。え、そうなんや。あの、ね、流れ球を狙わんといけん。むずいね、手当てたらさ、ね、落ちるもんね。なんかね、パンって反動でどっか行くんよ。 SD を特にやっちゃうとメイクしたい。してください、お願いします。隣ペホーケマさんでしたね。そうなんよ、そこ狙ったんですよ。でも2人が手伸ばして落としたでしょ1回。でそれの取り合い。意外とさ見えとるんよね。見えとる。みんなのことめっちゃ見えてたから、2人が手を伸ばして落ちて、それをどっちが取るかなって見てたら、うん、見てたの。そう、みんな見てますからね。あ、そう、持ち巻きと似てるよ。あの、だから私自分のボール投げて、うん、あのボールが どっか行っちゃったよってなった後、みんなのさ、うん、投げたボールの行方見よったんやけど、すごい面白かった、うん、もう見てないや、自分のしか見てない。7列目は届かないかと思ったけど一直線に飛んできますね。コントロールすごい、マジで。それ以前にちゃんと投げれんやろというコメントが来ました。うん、え、マジで苦手なの。あの、なんかさ、体力測定でさ、うん、ソフトボール投げってあるじゃん、うん、あれって何を見るためにあるん。え、分からん。ボールの長距離ってこと。うん、そう、あれいつも私疑問に思ってたの。全然飛ばないしさ、めっちゃ飛ぶ人なんでなんて思う。腕力かな。え、自分得意なんでやろね、うん、腕の筋肉じゃない。確かに太鼓でやっとったけんさ、うん、トコ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 さ、この筋肉すごそうやし。取り合いというか私は触れてないですね。思った、もっと取り合えって思った。野球のグローブ持ち込んだらもないタ腕のしなりで投げる。でもそこに投げるよってさ、うんうん、アピールしてさ、うん、ちゃんとそこに行くのもなかなかじゃない。ね、ね、なかなかいかんよね、思ったように、うん、ように今日たまたま行ったけど、あ、鍛えとうかもしれん、ジムで今。うん。背筋。それが効いた。ね。そうなんや。7列目のピンポイントで行けたけん。うん。イエーイ。7列目って結構飛んどるで。うん。結構飛んどる。あ、目が乾燥してきた。夜になると目が乾燥します。公園の途中ファン同士で喧嘩してたって。ね、待って、天才がおる。僕は神戸で帽子をグローブ代わりにしてキャッチしたよって。すごい、帽子をこうやって網みたいに。すごい。でもそれよくとっさにできたね。確かに、自分3回投げたやん今まで、うんうんうん、全部ファンの下に当たったやって。おえ、すごい。そう、自分1回目マジ変なとこに投げちゃったから、うん、次は行った、ちゃんとファンのとこに。いや、次は2回目、うん、あの2回目自分ら3回投げたよ今まで。2回目成功した。成功した。で3回目がどこに行ったんだろうって、またうーん、その人がファンになってくれたらいいんよ。あ、そういうこと。え、でもそれもいいなって思うよね。さっき「ゆきりかです」って書いたもん。あ、自分も、ね、なっちゃんだよっつって「よろしくお願いします、東京に来ました」って書いた。そうそうそう。創作願い、そう、私創作願い中よ。ちょっと周りの人に聞いてみてください、知りませんか。かまぼこの絵を描きたい。え、自分さ、違う、ボールにね、うん、8個を描いたんよ、うん、マジでさ、その8個がやばいんやって。え、なんかさ、うん、何の動物かわからんような。スルパンさん、花火ありがとうございます。
ちゃんと投げれないメンバー下投げ、あ確かに、あでもねそうじゃわ、2回目に成功した時下投げでした。大谷ぐらいスピード出して投げて、だって鍛えて、はい、自分めっちゃ投げるの得意よ投げるの、うん、今アヒル投げたいもんアヒル投げる、どこまで飛ぶか、あでも絶対切れる端っこまで、あの端っこまで行く、うん、え角に当てれる、当てれる、えマジ、うん、ちょっと待って、まず自分が行くね、うん、あれは絶対切れる、でもさコントロール悪いってことよね、うん、今めがけたよ、じゃあ行くよ、うん本当は自分より悪いんだけど、え同じとこ当たったやん、同じとこあの意見気持ちいいよね、あれがそうあれが逆にあの壁やったらあれが邪魔しとわ、柱があるんですよ、柱2人とも柱やん、柱に柱に待ってどっちの顔からんくなるやばい、あでも分かるやん、あなたのやつ顔に特徴あるから、え自分のどこ行った、消えた、待って、クワッス消えた、クワッス、わかるわかる、ちゃんと顔かけたりしてない、わかる、はい、あよかった、えちょっと並べてみようや、意外とわかるもん顔、あわからんね、こう見たら、うん、やっぱ親しかさ選別できんのよ、私の子です、よかった、2人でキャッチボールの練習をぜひ、でキャッチボールであれかね、キャッチボールで上手くなるもんかね、なんかでも自分小さい頃からキャッチボールしてた、すごい、男兄弟おったらせん、せん、サッカーやったんよ、あそう、お父さんとかね、田舎やけんか、お父さんもそう、スポーツキャッチボールして遊んでた小さい頃、うーん、かばあちゃんとドッジボールとかばあちゃんとドッジボール元気すぎやん、まあその頃若いけんね、ばあちゃん、ああそういうことね、えすごくない、自分ばあちゃんになって、じゃあばあちゃんになってドッジボールやろうってなる、ね、うん、どっちのばあちゃんもやってくれる、でも自分じいちゃんとテニスしよったよ、お前だけするんやん、そんなもんか、うん、でもさドッジボールってさでもばあちゃん骨折れやんこっち、うん、あでも骨折れた一回マジで、えドッジボールで、うん、ボールを拾いに行こうと思って走った時にこけていやいやいや、ボールが当たってから折れるんじゃなくて、しかも走ってこけて、やば、腕にひび入った、多分痛っ、ひび入るの、なんかもうひび入るなら折れちまえって思うけどさ、つら、うん、やっぱね危険ですよおいもちゃん花火ありがとう、蹴るって、じゃあ蹴ろうってダメだよ、そんな蹴りはできないわ、さすがに飛ばしはできるけど、ででそろそろかな、うん、時間が分かんない、33、あ、ほんとだ、バーチャルリアリティ、まあ、ばあちゃんに優しくしてください、ばあちゃんあの頃若かったからね、私が小学校の時だから、うん、もう十何年前だから元気やね元気やん、ありがとうございます、そう、ばあちゃん来ないよ、ばあちゃんが、ばあちゃんと遊んでたよ、あ、いまちゃんがいま、10年前、23、なべゆき一緒の部屋、どうでしょうか、それは秘密です、そうです、もうすぐお家です、お、よかった、帰るまでがツアーやで、お家にちゃんと帰るまでが、その日よこ、ミニ色紙当てました、ミニ色紙、おー、サイン書いてる、あれか、パジャマのやつ、おめでとう、花火ありがとう、このコンビ寝るの遅そうやってえ間違いない、明日朝早いよね、なんで知ってるの、でもすぐ寝るじゃん、なっちゃん意外と、うん、自分は多分寝れん、ツアーの次の日はね、アドレナリン、寝れんかめっちゃ寝るかの両極端だよね、あ、壁車 AR 撮った人いますか、だってえ自分のファンの方撮ってた、撮った、うん、あれすごいよな、なんか謎にね、ずっとね、事務所にね、QR コードがね、貼られとったんよ。だけど何やろうって思ってたらね、今日私たちも分かったっていう。壁車、あれすごいよね。もう30分超えたで。あ、本当に、うん、横安定してる。なっちゃん、ビジュアル激しく。横じゃない、アヒル。あ、アヒルか。確かに。アヒル。体の一部となりました。では。アヒル。ではでは。遅くるの。ね、遅自分5時ぐらいに来たよ
はいや。カムカムレモンを食べますとかリハ中に食べたよね。そう、自分さ、そう、たまたまあのリハ中にカムカムレモンをみんなに食べ、カムシャバ喋り出した。びっくりした、本当に喋り出したのかと思った。こんにちは。ハリポッターだけやろ。ハリポッターなんやろ。ハモッとする、ね、こんにちはで。確かに。こんにちは。こんにちは。私の名前は、え、じゃ違うよ、これめっちゃ真顔で、あなたは、あなたはどこ行くみたいな、口だけ動くやつ、あなたはどこ行く、もらえおけ、ハリーポッターのあのカメシャみたいな。ハリーポッター見たことないけど、そう見たことないけど、あのなんかさ、ハリーポッターのカメ、あの動くやつの、そうそう、口だけ動くやつ、こんにちは。なんでこんにちはなん、ハリーポッターの世界ちょっと夜っぽいけどな。確かに、ちゃんとかぶっとけ、ね、そう、こんにちはかぶり。あ、もっと銭湯にいる人みたい。確かに。どうしたら正解。どうしたら正解。正解はないよ。かぶしゃやる、え、喋ったらおもろいのにね。ちょっとこれ今度提案しようよ。今日さ、すごいさ、提案をさ、みんなからの提案、なんか今回のツアーがめっちゃみんなの提案がいろいろあって実現したものがいっぱいあって、こうサインボールとかもだし、あ、これじゃサインボールじゃないけど、サインボールとか、ユミニンさんの演奏もね、ユミニンさんの、そう、え、めっちゃ良くなかった？会場おった人もさ、配信で見た人も感動したやろ。ユミニンさんのサックス。ブー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 。ガールズルールこれ分からなくてあわあわした。確かに、しかもガールズルールね、16人の方なんね、嬉しい。え、そうなんよ、16人山田じゃない人。ガールズルール、はい、楽しかったな、嬉しいだけ、楽しいだけ。じゃあ終わる。安部さん花火ありがとうございます。2人で髪型入れ替えるアプリしてほしい。めっちゃ懐くない？なんかさ、顔だけさ、変えるさ、うん、あ、あるね、アプリ。夏、スノーやっけ、うん、あったね、そんな。今もあるんかな、ないやろ、もう。目が合って嬉しかったです、そう、見ます。乃木坂さん追ってるよってアピールしました、乃木太さんに。うん、乃木太さんがおるけんさ、おうおう、やっほー。自然淘汰主義にもいたのも、そうね、そうね、ユミリーさん、自然淘汰主義。てててるてて、こんばんは。もうそろそろ、そうね、37分だ。じゃあ壇上先に読ませていただきます。13位中澤さん、交互に読んだ。あ、そうじゃん、そうじゃん、いつもの。はい、壇上でいくよ。13位、はい、中澤さん、ミシュランさん、ありがとうございます。12位、細さん、マサさん、ありがとうございます。11位、焼き牛さん、コーヒーさん、ありがとうございます。10位、リチャさん、エホゲナさん、ありがとうございます。9位、モッキンバードさん、キチネさん、ありがとうございます。8位、釣りまく星人さん、アキアンさん、ラキースーブン、シゲさん、理化学研究所さん。6位、ジトクさん、ミキヤくん。5位、リシュちゃん、ヤスベンさん。4位、ツキガゲさん、ハットリさん。3位、西村さん、ヤスルパンさん。2位、まっちゃん2号さん、あいもちゃん。そして第1位、あいもちゃん、え、キャマン、ありがとう。うどもさん、ありがとう。1位、あいもちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あいもちゃん私の2位なんだけどね。あいもちゃん、優しい。あいもちゃん、ではではでは、今日も一日ありがとうございました。では配信最後のあっち向いてほいよしていきたいと思います。それではいきますよ、せーの、あっち向いておい。上下では今日一日ありがとうございました。楽しかった。カメコ STU 見ますんで皆さん、配信最後の投げほっぺ。はっ。
ちょっとまだね、私片手でしかできないんですよね。おやすみ、また明日います。じゃあね、また明日、バイバイ。